まあ、SNS での性犯罪といえばね、私はツイッターがよく頭に浮かぶんですけども、まあ、インスタグラムも同じようなもんですね。今回はインスタグラムの事件です。じゃあちょっとね、動画の方切り替えます。インスタグラムを通じて数日前に知り合った14歳の女子中学生にいかがわしい恋、20歳の大学生の男を逮捕。うん、まあ、これね、ちょっとまだ記事読んでないんで何とも言えないですけども、この14歳と20歳っていうこの6歳の年の差で中学生と大学生なら、まあ、通常の自然恋愛も発生しそうだなと思うんですけども、今回はどうなんでしょうかね。まあ、自然恋愛だとしてもいかがわしい行為が許されるかどうかって言ったらね、ちょっとね、ダメなんじゃないかと思いますけども、ちょっと記事読んでみますね。あ、記事短いですね。14歳の女子中学生にいかがわしい行為をしたとして20歳の大学生の男を逮捕した北海道警、小樽署ですね。自宅で14歳の女子中学生にいかがわしい行為をしたとして20歳の大学生の男が逮捕されました。北海道青少年育成条例違反の疑いで逮捕されたのは北海道小樽市の20歳の大学生の男です。これは誰なんでしょうね。実名報道した方がいいんじゃないですか、こういうの危ないやつは。こうやって名前を隠すから再犯の、なんか余地も残っちゃうような気がするんですけども、どうなんですかね。やっぱり加害者の人権保護っていうやつなんですかね。腑に落ちないですね。男は8月17日の日中、自宅で小樽市内の14歳の女子中学生といかがわしい行為をした疑いが持たれています。捜査はどういうふうに進むんでしょうか。警察によりますと、男は女子中学生と SNS のインスタグラムで数日前に知り合い、この日初めて会ったということです。男は容疑を認めているということです。あ、容疑を認めてるんですね。まあ、なんかね、その冒頭にも申し上げましたけども、自然恋愛が起きない年齢ではないと思うんですよ。中学生とかになってくるとね、高校生の先輩とか大学生のお兄ちゃんとかね、結構こう憧れる部分もあると思いますし、で、大学生の男の子にしてもまだね、気分は高校生みたいな感じなんですよね、大学生入ってしばらくは。そうなると中学生の彼女っていうのもそんなに罪の意識を持てないかもしれませんので、もしかしたらインスタグラムでものすごく仲良くなってね、文通みたいな感じで初めて会えたその感動と興奮でそのままことを起こしたってことにもなってしまうと、一方的にね、男性が加害者だというふうに考えるのはまだわからないんですけども、ただやっぱりそうは言ってもね、中学生の女の子に手を出していいのかってことになると、これはね、やっぱ断じて私の感覚では認められないかなと思いますんで、今回ね、こういうふうなことにさせていただきました。いやー、なんかいろいろ起きるもんですね、やっぱりね。どうも私の頃とは時代が違うというか、私なんてね、手つなぐのがやっとでしたけどもね、こんなことをする度胸もないし、そういうふうなチャンスもなかったと思いますけどもね、今これが時代の流れなんでしょうか。ちょっと分からないですね。それでは以上です。